はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、巨人が5月15日以来ぶりの首位再浮上したというところでですね、僕が毎試合巨人戦見てまして、一体誰が立役者なのかというところをね、今日発表させていただきたいなというふうに思っております。はい、もう結論からね言ってほしいと思うんです。うん、もう長々もう多分いらないと思うので、結論から言いますと、僕が、一番ね、周囲に立てた立役者だと思ってる選手はですね、丸選手でございます。丸選手ね、はい、開幕時は確か7番レフトとかでおそらく出てたと思うんです。で、まあ、新岡ヘッドコーチの助言というか、やはり、出塁率がある丸を1番に据えた方がいいんじゃないかという、安倍監督に対する進言でね、始まりました。1番バッターのね、起用というところでしたけども、非常にハマってるというところ。今ね、現状めちゃくちゃハマってますというところ。で、じゃあ丸さんが1番、行くまでに誰が一番を務めてたのかというところをお話したいんですけども、まあ主にですね、まあ佐々木選手であったりとか、門脇選手、萩尾選手なんかがね、まあ一番を打つことがあったんですよね。で、まあこの選手、まあ3選手今挙げましたけども、まあいずれにしても、まあ若い力というかね、若手選手だというところで、まあ本音を言えばですね、若手の選手がね、グラウンドを駆け回ってですね、1番バッターでこうかき乱してみたいなところをやってくれるので、それは一番ベストではあるんですけども、やはりなかなか成績が振るわなかったというところを、まあ今ここデータ、紙に書いてるんですけども、まあ萩尾選手でやったら、率で言ったら2割3分3厘、出塁率が2割8分3厘。で、門脇選手だったら一番、固定のね、打率で言ったら1割6分7厘、出塁率も1割6分7厘。で、佐々木選手も1番の時の打率が1割4分3厘、出塁率も1割4分3厘っていうところで、なかなかヒットも打ててないし、出塁もできてないっていうところだと思うんです。で、まあ、キャッチャーからして、まあ、僕ずっとキャッチャーやってまして、で、相手チームに与える影響ってどういうとこあんのっていうところなんですけど、やはり、1番バッターとか、まあ、特に初回に回ってくる1、2、3番ですよね。そこがやはり、こう、ある程度、打力の高いバッターが揃っていると、初回からやっぱり気抜けないなっていうふうに思うし、特にまあ、今、丸さんがね、1番で、やはりホームランも、まあ、前世紀よりは、データ見てもね、落ちてますと。ただ、出塁率であったりとか、まあ、長打率っていうところも、まあ、非常に、ハイレベルなところがあるというところで、まあ、非常にね、いやらしいバッターというか、非常にいいバッターが1番にいるっていうところで、相手はね、初回の1番から抜けないっていうところがあるので、非常にね、そういったところでは、ジャイアンツの、この、今、首位浮上に、なったね、僕は大きな立役者じゃないかなっていうふうに思っております。まあね、他にもいろいろ、要因というか、あります。まあ、ピッチャーがね、こんだけ抑えてくれてるっていうのが、一番大前提だと思うし、まあ、先発で言ったらね、まあ、菅野さんがですね、もう5勝0敗か、無傷っていうところありましたし、ありますし、まあ、堀田投手がね、覚醒というかね、なんかもう、誰も出てくると思ってなかったというか、中継ぎでやるでやろうっていう風にずっと思ってた、みんながね、思ってたところ、まあ、グリフィンであったりとかメンデスとかがね、こう、もたもたしてる時に、こう、スッと入ってくれて、今ではもう、頼りがいのあるピッチャーになってくれてるというところで、まあ、そういったね、まあ、本来計算、してたはずの選手たちが、あまり振るわなくて、逆に、それがあったからかもしれないですけども、そこに入ってくる選手たち、新しい力であったりとか、まあ、菅野さんも、まあ、近年ね、あまり良くないと言われてて、自分でもね、良くないと思ってたっていうコメント機能ありましたけども、そこでね、まあ、昔よりは比重はね、下がってるわけですよ。期待する比重は下がってますけども、そこでね、今年5勝0敗、無傷というところで、やれてるっていうのは、非常にチームにとっても大きい、働きをしてるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ今、YouTube でね、コメントをたくさんいただいてまして、まあいろいろね、皆さん賞賛の声がたくさんあるんですけども、例えば、入ってきたね、ヘルナンデスとか、
立岡さんとか、まあ非常にね、いいつなぎをしてくれてる選手がたくさんいますと。で、まあ昨日の試合とか見てても、まあ9番に立岡さんが入ってて、1番に丸さん。で、2番にヘルナンデスが入ってて、で、3番に直樹さんっていうところで、この9、1、2、3っていうところが非常に状態いいと。うん、打線になってるというところ。で、まあ、カズマ、岡本選手であったりとか、まあ、大城選手もね、まだちょっとこう、上がってきてないというのもありますし、まあ、やっぱり打線9人いて、9人ともみんな調子いいっていうのは、なかなかないと思うんです。ただ、やはり、今で言ったら、9、1、2、3ぐらいが、すごく状態がいいっていうところで、非常にこう、特に下位打線からのね、まあ、3番、4番ぐらいまでは、すごく線になってるというのがあるので、こんだけ点が昨日も入ったんじゃないかなっていうふうに思います。まあね、立岡さんが来たりとか、ヘルナンデスが来て、まあ、非常にこう打線が活発になったっていう意見もね、あるんですけども、僕は、やはり、丸さんがね、ちょっと前から1番に入ってますけども、まあ非常に状態も上げてきてというところ。で、その立岡さんであったりとかヘルナンデスが加わったことによって、その、丸さんだけがこう打ってた状況をちょうどこの線にしてくれたっていうのがあるので、僕はね、立役者っていうのは丸さんじゃないかなっていう、個人的にはね、そういうふうに思ってます。まあ成績ね、ああ、言うの忘れてましたけども、今、1番固定後ですね、3割4分3厘打ってますと。で、出塁率が4割3分2、で、長打率が4割2分9厘。で、OPS が861になってるんですよね。だから相当高いですよね。先ほど、萩尾選手であったりは、門脇選手、佐々木選手と比べるとですね。まあそことね、若手と比べてもね、まあちょっとかわいそうなところはあるんですけども、やはり、まあ丸さんっていうね、実績のある選手が、まあ、非常に運動量が多いと思うんですよ。1番バッターって。やはり、丸さんもね、盗塁したりとか、したりしてますけども、やはり都市もね、ある程度、ベテランの域に、なってるので、怪我というところは気をつけてほしいとは思うんですけども、今現状ね、チームの打線というところを見ると、間違いなくこの1番の丸さんが、まあ、キーマンではない、キーマンっていうか、なんて言うんだろう、いい勢いを先頭バッターから持ってきてくれるというかね、1番で、あちゃーっていう感じでね、ボンダーするよりも、やはり、アウトなってもある程度捉えた打球でアウトなったりとか、ヒットで出てくれたりとかする方がやはりチームにしてはね、勢いをやっぱり増していくわけですから、そういったところで、前のね、前監督の原監督はですね、非常にこう一番バッターっていうところは、非常にこう大切だというふうにね、いうふうにね、たびたびコメントなんかでもね、おっしゃってましたけども、本当にね、今年のね、一番の起用っていうところを見てると、やはり、一番バッターというか、この先頭バッターがどういう風な打撃をするかによって、後の打者に与える影響っていうのは非常に大きいんじゃないかなっていう風にね、個人的には思いましたんで、丸選手が、立役者じゃないかなっていう風に僕個人的には思ってます。はい、そんな感じで、ね、今日はですね、巨人が首位に立ったというところで、まあ僕なりのですね、まあ MVP じゃないけども、誰が良かったのかというところを見ていきました。まあいろんな意見あると思います。まあヘルナンデス選手もね入ってきて、ずっとヒット打ってますし、まあ立岡さんもね、バントをちゃんと一発で決めたりとか、まあ盗塁もできるし、で昨日みたいに3安打もできるしというところで、非常にね頭を使いながらできる選手であるというところで、非常に評価は高い。まあ直樹さんもそうですし、カズマもねちょっとずつ上がって、来そうなね打撃内容増えてきてますしというところで、まあいろいろ立役者はいると思うんですけども。まあやはりピッチャーというところをまあ抜きにすればですね、やつというところだけを見ると僕は丸さんが入ってきてから、特に1番に固定してから非常に状態がいいというか、チームの状態も上がってきてるし、うん、打線に勢いを非常にこうつけてきてくれてるんじゃないかなっていうところは思いますと。で、まあ、今後の話をすると、まあ、坂本選手であったりとか、まあ、この間、昨日かな、上がってきた秋広選手であったりとか、まあ今、出てますけども、大城さんとか、で、今ちょっとね、スタメンが少なくなってる門脇選手とか、そのあたりの選手がね、もうちょっと上がってきてくれると、ね、まあ全員が全員調子がいい、時期っていうのが重なるかって言ったら、まあそうではないんですけども、まあ今言った4人ぐらいが、またぐーっと上がってきてくれると、非常にね、打線としても面白くなってくるんじゃないかなと。まあピッチャーもね、ちゃんと抑えてくれてるっていうところがあるので、非常にねチームとしてももっと上がってくるんじゃないかなというふうに僕思っております。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。